私の名前は寺島優美。普通の会社で事務員をしている。今年でもう27で、周りもぼちぼち結婚し始めている。焦りはしなかったけど、今まで遊んでくれていた友達が家族優先になってしまい、暇が多くなった。ならば私も婚活でもやってみるかと思い立ったのが半年前。そこで私は運よくよしきと出会ったのであった。俺でよければお付き合いしていただけませんか？もちろんよろしくお願いします。婚活なんてうまくいかない人は何年も続くと聞いたことがある。初めてすぐ彼氏ができたなんて、私ってば運がいいななんて思っていたんだけれど、3回目かのデートの時からよしきのおかしなところに気づくようになった。その日訪れたのはバイキングレストラン。自分で好きなものを食べられる分だけ持ってくるお店だ。うわー、いろいろあるね。食べきれないや。じゃあ早速取りに行こうか。そう言って席から離れ、それぞれ食べたいものを取りに行った。あ、これすっごい美味しそうなローストビーフ、よしきの分も持ってってあげようかな。皿に2人分取り席に戻る。これ美味しそうだったからよしきの分も取ってきたよ。おお、ありがとう。それじゃあちょっとまた私取ってくるね。再度私が食べ物を取りに行き、戻ってくると、なんとローストビーフは全てなくなっていた。それだけじゃない、私が置いておいた食べ物もなくなっていた。あれ、食べちゃったの？ああ、美味しかったよ。そっか。まあバイキングだし、ローストビーフだけじゃなく私の分も自分のだと思って食べちゃったのかななんて思うことにした。そんなのが何回かあったが、特によしきは何も言わない。デザートまで全て食べられた時はちょっと驚いてしまった。デザートまで全部食べちゃったの？ああ、ごめんごめん、ほら置きっぱなしは良くないと思ったからさ。適当な理由を言われるもしっくりこない。バイキングだからいくらでも料理があったから良かったものの、なんとなくモヤモヤして終わった食事だった。何でも割り勘で私たちはデートしていたが、食べ物に関すると時々そんな気持ちになる。よしきが私の分まで食べてしまう時があるからだ。けれどたかが食べ物だし、わざわざ口にするのもなと、まだ煮えくらないでいた。しかし焼肉屋のデートで決定的なことが起きた。結構お高めで人気な焼肉店を予約したからとよしきに誘われたものの、不安しかない。さあいろいろ頼んでたくさん焼こう。そうね。始まった焼肉、よしきはどんどん肉を頼み出し、私も好きなものをいろいろと頼んだ。そして来た順に網に乗せていき焼いていく。さあ食べようというところで、あ、これ焦げそうだからもらうわ。え？これ俺好きなんだよね。たくさん食べていい？そう。あー、箸止まんねえ。なんといろいろ理由をつけて肉をすべて食べていくよしき。私がわざと自分側の網に乗せて避難させていても、焦げちゃうってと無理やり奪っていくのだ。食べられないから追加も頼むのだが、それもどんどん奪われていく。私はまだキムチとスープしか飲んでいなかった。ビビンバならいいかな。私のところに直接置かれる、しかも一つしかないお皿に来るご飯系なら食べれるかもと注文するが、ヨシキの方がそれを見逃すわけがなかった。あ、俺もビビンバ食いたかったんだよね。ちょうだいちょうだい。え？するりと勝手に取っていくお皿、止める前に犬のようにガツガツ食べられてしまった。呆然としている間にヨシキは肉を食べ、酒まで飲んでいた。あー、食った食った。じゃあ帰ろっか。自分が満足したのか席を立つよしき。結局私は本当にキムチとスープしか食べられなかった。そして会計になり、当たり前だがかなりの額を店員に告げられた。3万円になります。よし、じゃあ割り勘ね。月報しながら言うよしき。私はため息をついて2000円を差し出した。はい、私が食べた分。え？少ないよ、割り勘でしょ。あのさ、見てなかったの？私が食べたのはキムチとスープだけよ。でも今までデートじゃ全部割り勘だったじゃん。割り勘じゃないと困るよ。意地汚い食べ方をしておいて私に半分出させようとしてたなんて、もうげんなりして口を開くのも嫌になっていた。自分が食べた量しか払わないなんて引くわ。ありえないわ、恋人同士なんだから思いやりも必要だろ。意地汚いな。意地汚いのはどっちなの？私が頼んだお肉まで食べて1枚もくれなかったじゃない。私はキムチとスープしか食べてないと分かって割り勘にしようとするあなたと、どっちが意地汚いかしら。お金じゃなくて思いやりの問題で。そう、じゃあ2品しか食べてない私にはあなたは思いやってくれないの？ほら、早くお金払ってよ。帰れないよ。
もじもじして財布を出すもののお金を出さないよしき。まさかお金持ってないわけ？だって割り勘だと思ったから。割り勘だとして1万5000円でしょ。まさかそれもないわけ？こんなに食べるとは思ってなかったから。絶句してしまった。自分が食べている量と持っているお金も把握してないわけ？彼の本性が見えてきた気がした。あなた割り勘とか言って結局私におごらせるつもりでいたってことね？そんなんじゃなくて借りようと思っただけで。だから高い焼肉屋を選んだのね。呆れた。結局その場は私が支払い、喫茶店に移って借用書を書かせた。多分もう二度とデートなんてする気にはならないし、念のためよしきの会社の名刺と実家の電話番号も聞いておいた。1週間以内に私の口座に支払われなかったらこのどちらにも連絡しますから。冷たいよ、恋人じゃん。いずれ俺たち結婚するんじゃん。だったらこれぐらいいいだろ。お前のお金だってもう夫婦のお金だよ。結婚してもいないのに人の金を当てにしている男と結婚なんてするわけないのに。私は借用書をしまいながら最後にこう告げた。バカじゃないの？勝手なこと言いすぎじゃん。それにあなたとは結婚するつもりないんで、ここで別れましょう。なんでそんな話になるんだよ。あなたのやってることは意地汚いのもそうだけど、相手に対する思いやりがないのよ。普通美味しいものだったら好きな人と共有したいとか思わない？思えないんだったら夫婦でなんかやっていけないよ。自分一人美味しい思いしてればいいなーって考えている人といても楽しくないもの。よしきはそう言われるとカルチャーショックだったのか言葉を失っていた。そんな、今まで俺一人でみんな食べていいよって言われてきたから。確か婚活パーティーで初めて出会った時、よしきは一人っ子って言ってたっけ。親御さんはきっとよしきを大切に大切に育ててきたんだろう。でも相手を思いやれないのは別な気がする。それは子供だったら許されただろうけど、もうあなた大人でしょ。おかしいなって思わない？逆になって考えてみたら、私があなたの分まで食べていたらどう思う？ムカつくに決まってる。ああ、そう思う気持ちはあるのね。じゃあさよなら。お金だけよろしくね。よしきは必死に引き止めようとしてきたが、無視して喫茶店を出る。それから1週間待ったが、お金は振り込まれなかった。なので宣言通り、まずよしきの実家に連絡してみた。電話に出たのは彼の父らしき人だった。すいません。お宅のよしきさんに3万円を貸しています。借用書もありますので、早急に返すように言ってもらえませんか？なんだって?驚いている彼のお父さんに事情を説明すると、大きなため息が聞こえてきた。またやったのかあいつ。すみません。息子は婚活で出会った人に同じようなことを繰り返していて、何度も怒ったんですが。よしきは私と付き合いながら、他の子とも付き合って割り勘といってもお金を持っていかない、おごらせる、というのをやっていたらしい。その根底にはやはり自分が一番というのがあるらしかった。我が子可愛さに分け合って食べるなどを教えず、欲しいものを全部与えてきたせいですね。お父さんはその後悔から全ての女性にお金を返しているようだが、本人を謝らせないとダメだろうに。結局最後まで息子が可愛いのだろう。こんな人たちと二度と関わりたくなかったので、とっととお金を返してもらって全ての連絡先を消した。その後よしきは婚活を続け、意地汚い食事を直さずに女の子と会うものだから業者にクレームが行き、パーティーには出禁になったようだ。他の結婚相談所に登録しても同じで、もうどこも相手をしてくれないとか。他の何も知らない女の子がこれから被害を受けないと思うと、これで良かったのだと思う。私はなんと次に参加した婚活パーティーで、なんといい人に出会い、3ヶ月で結婚にまで至った。お互いたまに婚活していた時の話をするのだけど、よしきのことを話すとやっぱり笑われてしまう。いずれ夫婦になる人なんだから、やっぱり楽しいこととか美味しいものを共有できる人じゃないとね。それを改めて理解させられたから、まあ悪い経験じゃなかったと片付けるようにしている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。